こんにちは、まゆみです。私は今福岡県のかまど神社に来ています。今日はですね、福岡でとても人気の山、宝満山に登りたいと思います。宝満山の標高は 829.6m で、ここのかまど神社から山頂までは約2時間、往復4時間ぐらいで着くコースとなります。ただですね、今回一人じゃありません。一緒にこの二人と登りまーす。はい。私の妹家族と一緒に登りまーす。よろしくお願いします。ゆっくりとね、今日は歩きましょう。はい、はい、ということで行ってきまーす。すごっ、このカメラ GoPro？ すごい、咲いてる咲いてる、すごいね、綺麗。まだ開花宣言出されてないのにね。おー、綺麗ね、かまど神社。鬼滅、鬼滅ばっかやん。すごー、すごいね。ほら、これいるよ、ママ。みんな、なんでこんなイラストが上手なの？宝満東海道。あ、こっから？こっから歩いて右。見て見て、これ今日登る地図です、はい、で、今現在地がそこね。で、そこからずっと一本道で宝満山っていうところまで行きます。で、登山キャンプセンターがあるから、そこでお昼ご飯の山ご飯を作ろうかなと思ってます。宝満山まで 2.8km。 はい、では出発。宝満山すごいね、雰囲気いいね。ゆっくりよ。気をつけてね、滑りやすいから。結構登ってるよ。なんか一応車でも行けるんだけど、止めれなかった時のことを考えたら下の方が安全。あ、結構止まってるね、うん、ここまでってこと？車、いや、もうちょっと行けるっぽい。ここから林道を歩くんかな、ちょっとだけ。宝満山のヒキガエルって言って、5月ぐらいになるとヒキガエルが山を登るんだって。かわいい。ヒキガエル会えるかな今日。まだ3月いないか。はい、ちょっと道を間違えたみたいです。本当だったらまっすぐ行くのを、ちょっとね、林道を歩いた感じだね。ちょっとだけだから。ちょっとだけ、ちょっとだけ。ここに上がってくるんやったんや。ってことで右に行きます。あ、見て、ほら、ここ、ここからこうやって来るんやつね。ということで、この中に入っていきます。見て見て、なんかすごいね。え、すごい綺麗。はい、山頂まで 2000m。大きな子やん。大きな子綺麗やん。光が当たり、ね、キノコリテーション。かっちゃんもキノコ族やった。耐えた？いい、着いたよ、キノコ。あ、ここまで車で来れるんだ。ここから登山道です。違うんですか、今まで登ってたのは。今からです。ゴーゴー。鳥がすごい、ね、あ、キノコ。またキノコ、キノコ。
おお、なんかめっちゃ綺麗、すごくいいじゃん。ほらほらほら、なんか書いてある木に。でこういうところはすごい滑るからあんまり行かんほうがいい。なんだろうね、柔らかい新芽。今1時間ぐらい歩いてる、結構歩いたね。でも全然じゃない、あと1時間ぐらいだから余裕だね。水パカあります。どう？あれで飲むといいよ。どう？うまい。うまい。うまい。オッケー。とちゃんは。うお。美味しい。美味しい？おお、冷たい。どうした？どうやって飲むこれ？え、前の奥で飲んだら、うんうん、美味しい、美味しい。はい、ショコラフルグミ、かわいい。食べて。本当だ、めっちゃ美味しい。うん、めっちゃ美味しい感じ。救急箱がある。ポチャ、開けてみて。開けてみて。よくあるとこれ。ないの。ああ、すごいちゃんとしたやつ。傷薬とか。すごいね。怪我してもここで大丈夫。はい、ほら見て、はしご。わあ、すごい。ここらへん平たいけん。大丈夫。足場があるよ。はい、だいぶ登りが続いてます。結構登るよね、うん、この岩の段差がさ、うん、あるね、やばいね。でも小学生のこっちゃんはぴょんぴょん歩いていってます。こっちゃん全然平気、さすが。なかなか岩場よ、岩ピクニック。これすごいね、初心者で登るのなかなかすごいね。ね、あの小学生の男の子も登ったよね。ねえ。はい、お腹が空いた人。はい。今日はですね、山ご飯で美味しいものを作りますよ。お、あ、待って待って。すごいじゃん。ちょっと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 。ねえねえ。何？すごいよ。何開けた。すごいよ、見て、うわうわ綺麗、海が見える。本当だ、いい天気やね。めっちゃいい天気。どっち方面？こっちが博多かな。福岡ドーム見える。あ、でもあれ福岡ドームかも。見てこれ。うわ、あ、これが濡れんの。これが百段雁木です。百段あるんだって。こっちゃん数えてみる。すごいよ、見てほら、上まで続いてんの。え、どっから、え、どこから。こっからかな。しゃ、すごいね。大丈夫。この階段は百段雁木って言って、石畳の階段が100段あるんですけど、幅が広いのでこの階段はちょっと疲れます。あった、やった、お疲れ。ちょっと休憩しよう。大丈夫、疲れた。何これ、お城の跡なんやろね。見晴らし台みたいな跡？へえ、そうでもなさそうよ。ほんと。1940年に当時の福岡市松屋の社長が
ホテル建設を試みたが、失敗して放棄した後、岩窟ホテル跡だそうです。お、赤の井。ここに昔井戸があったんだって。あるよ、そこに。うん。ねえ、赤の井。百段関係は終わったけど、まだまだ階段があります。お宮の跡だって、中宮跡？どうですか？でも意外と大丈夫そう。意外と大丈夫。ね。よう頑張っとる。頑張った。あとちょっと、あと20分ぐらいよ。なんやろね。こっから平坦になります。ちょっとぬかるんでるから気をつけて。頭痛い。鼻が。鼻が。で、やっぱ登るんや。まだまだ。あったね。こうやってさ、ちゃんと標識があるから分かりやすいよね。あとちょっと、がんば。こっちはもう山頂が近くだからさ、元気元気。野鳥がいるんだ。オーロラ。見たことある？ない。じゃあこっち、宝満山。あと300メートル。300メートルでーす。こっちゃんどう？楽しい？うん。よかった。ロープもあります。全然大丈夫だった。気をつけて。あ、これも井戸の井。マスカゲの井だって。へえー、ここにもあるんだ。一番神聖な泉だって。へえー、大丈夫？はい。美味しいホットサンドが待ってるよ。頑張る。頑張って。本番さんまで 200m。 あとちょっとやん。はい、あと200。頑張って歩いたね。すごいすごい。ゴーゴー。登るすね。そりゃだって829m だからね。こっちゃん元気やん。走っていったよ。馬蹄石。馬蹄石知ってる？こっちゃんの足が速くなるやつ。どこにある？どれが馬蹄石？ほら、ひずめの跡がくぼみである。足が速くなって。おい、くだらん。あ、なんかすごい、ここ眺めがいい。お、ほら、わ、よう登る。いい、怖い怖い。おー、さあ、最後の階段でございますよ。かわいい、めっちゃ目がキラキラしてる。この階段を登れば山頂です。おー、着きました。すごい景色、めっちゃいいよ。かちゃんどう？見て見て、すごくない？山頂です。みんな携帯持ってるし。さあ、すごい、ね、すごいね。じゃーん、これが宝満山山頂です。標高 829.6m、 本満山です。イエーイ。よく頑張りました。干潮って言うと登頂。あ、登頂。完成の登、いただきね。そう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 。かっし干潮。So what?
すごくない？この階段90度や。降りてきます、はい、ここ気をつけてね。いやほんとこっち？いいよ、気をつけて気をつけて。こっちこっちおいで。怖い、やばい。なにここ、どう？いけるこれ？これは上り専用じゃないと。これ一応下りだね。これさ、大丈夫？上上がる？大丈夫よ。いける？いける。これまず右足ついて、この鎖持って、はい、左足ついて、はい、で、この左足のところに右足乗せて降りるっていう感じ。さっきの岩場はちょっと怖かったね。怖かったなかなかその山頂直下の岩場がスリルがありました。で、上に行くと縦走路になって、こっちに行くとキャンプ場がこっちです。あ、テーブルもあるからいいね、こっちの方が。はーい、キャンプ場に到着しました。では、今日の山ご飯はカツサンドを作ります。こっちはね、ハンバーグ、コンビニの食材でホットサンドを作ります。イエーイ。はい、じゃーん。重いので送りました、段ボールで。まずパン置きますよ。おぉ、いいね。うわぁ、豪快。おいちして、のせパン。で、で、なんか入らないよ。ぎゅう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 。えいじゃ混ぜるか食べや。イエーズ。うまっ。うまっ。うまい。うまっ。かっちゃんどう？おいしい。おいしい？ね。よかった。パンがサクサクしてる。おいしい。ちょっとまだ油が。うん。塊がある。うん。おいしいね。うんうん。今から入ってる。お腹いっぱい。疲れた。ね。ちょっと元気になりました。あとは下山するのみです。浜戸神社分岐あと100分だって。これ今から100分もかかるのか。そうだよ、うん、楽しいよ。時間がね、なんかすごい、見て、山が登るで魔法師のね。ここさっき通ってきた道よ。ほら、これ行ったらほら山頂に行く。もう一回行く？やだ。あ、通った通った、ここ。あ、ここママが、あ、ここ登るのか。そう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 、下って登るのかって言ったとこ。すごいねこれ。おー、着いた着いた。お疲れ様。イエーイ。ありがとうございました。思うと今後ろに、ここまで降りてきました。イエーイ。行きはさ、この林道を通ってきたんだけどさ、帰りはこっちで降りていこう。はい、はい、ちょっとなんか急じゃない？結構ちょっと前例を受ける感じがめげそう、うん、あそこから降りてきて今、すごい頑張ったね。
ました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、無事かまど神社まで戻ってきました。お疲れ様でした。今日どうだった？楽しかったです。なこちゃん、デコボコしてた。デコボコしてた。岩がちょっと多かったね、うん、でもどう、アスレチックみたい、うん、また登ってみたい、うん、いいじゃん。今度どこ登りたいんだっけ？九十。おー、ということは山小屋に泊まって、はい、温泉に入ってゆっくりしますか？長者バルですかね。長者バルですね。はい、ということで次の目標もできたので、はい、また一緒に登りましょう。イエーイ。はい、ということで今回は宝満山の様子をお届けしました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。